えと本日の記念日ゲームはえーと TM ネットワークライブ・イン・パワー・ボールがこれが1989年の12月22日に発売されているのですがこれはちょっと今からね芸能人ゲーム TK 編をやるにあたり後回しその前にちょっと 年末年始の、ね、ゲームソフトの発売日をちょっと一回見ておこうかと思います、えーと。発売日情報は僕のブログの方に上げてあるんですが、えー、と今回は、えー、と2019年12月22日から2020年の1月4日に発売されるゲーム、まあ、正直言うと 1, 1月はまだ、ね、予定ないんですけどもあのいつも1週分見てるんですけど2週分見てね来週分がないんですよ発売情報がね。 ということで、えっとね、12月25日、これがね、また、アーシャのアトリエ、黄昏の大地の錬金術師、DX デラックスかな。エスカーロジーのアトリエ、えー、黄昏がれの空の錬金術師、DX デラックスかなシャ。シャリーのアトリエ、黄昏の海の錬金術師、DX、まあ、デラックスでしょうかね。で、まあ、これがそれぞれね、えー、とスイッチと PS4 で、 発売されてまあその3本セットがねえー、っとアトリエ黄昏の錬金寿司ト,トリロジー DX の、えー、っとプレミアムボックスとスペシャルボックスこれも PS4 とスイッチで出るんでまあ要は光栄さんのね、まあ、単品でソフトを出すのとまあなんだろう無双とかねよくあるのがあのソフト単品となんだかセットなんだかセットってまあね あの大きくくなって,くれて、まあ、そういう3段階なんですけども今回はアトリエ3種類とセットにしたものに付属品が付くでさらにいっぱいおまけ付くみたいな、ね、そういうようなセット構成になってます。これ去年もねアトリエシリーズはね似たようなことやってるんですよリメイク系のものを3本別々で、まあ、同じ日に出してセットってやってるんですけど、まあ、その第2弾って感じですかねねだからスイッチ、ね、今割とね。 多分7、8タイトルアトリエ出てるんじゃないですかね。まあ、まあ昔のがいっぱいなんですけど、まあそんな感じです。で、えっと12月26日がシャドウ・ブ・ザ・トゥーム・レイダーのディフィニティブ・エディション p s 4版ね。これが出ますね。これはあれですね。多分去年かな。シャドウ・ブ・ザ・トゥーム・レイダーは出てるんですけど、それのなんか DL タイトルが入ってるバージョンですかね。 で、12月27日、これがね、今年最後のパッケージソフトですね。東北大学加齢医学研究所、川島竜太教授、監修、脳を鍛える大人の任天堂スイー d トレーニング。これが出ますね。で、これで今年のね、あの、パッケージゲームは、まあ、終わりと。終わりっていうか、まあ予定はね、ここで終わって、来週はないんで、多分来、4日だから、5日以降のね、週に、 1> 1, 2本出てんのかなまあそういう感じでパッケージゲームはしばらくこう新作がない状況に入っていきます。まあ年末ですねって感じかな。まあいいや、そんな感じでじゃあ本日のね記念日ゲームということでちょっとね行きましょうか。えー、っとまあ TM ネットワーク えー、ライブインパワーボールって、まあ、これをこう見せてもね、何のことよくわかんないんですが、まあ、一般的にはこれですね。はい。これですね。TM ネットワーク、ライブインパワーボール。まあ、これ、いろいろとね、色々といろいろと意味がありそうなタイトルなのは確かなんですよ。まあ、TM ネットワークがね、出ているのは、出てるのは当然出てるんだけど、 まあ芸能人ゲームっていろんなパターンあるんですけどこれはあの本人たちが出てますまあ出てるって言ってもそのアドベンチャーゲームにおけるあのキャラクターとして出てるというのがまあ実際のところでそのまだね CD とかじゃないんでこうボイスがちゃんと入るとかない,ないしでまあただ一応実写取り込みということになってますでまあパッケージによっ見るとねなんか TM でかくとりいいのにこっちになんかすごいでかいもあるぞっていうけど、まあ、これがすごい意味があるんですよね。 まあいいや。で、えー、っと、まあ、まあ、ロゴがガーンとね。まあ、だから t m ネットワークっていうよりは、ライブインパワーボールがまあメインなんですよね。うん。だまあ、ある意味、その、あれですよ。t m ネットワークというアーティストの作ったライブインパワーボールみたいなニュアンスの方がいいのかもしれないですね。まあ、裏面こんな感じ。えー、っと。 1999年12月地球消滅今未来は君と TM ネットワークの手に委ねられた実写から取り込んだ究極のグラフィックヒット曲をリアルに再現ということでねファミコンだけども一応実写取り込みのねこういうやつがこれ正直言うとエンディングなんですけどねこれ出てくるのはいであので ヒット曲がリアルで、まあ、ファミコン音源なんですけどね。まあ、そういう感じで、まあ、一応、ファミコンで頑張りましたっていうようなタイトルにはなってます。ただ、基本的にはアドベンチャーゲームです。で、一応ね、説明書、まあ、違う、今、1999年の12月っていう話じゃないですか。だから、まあ、まあ、まあ、世紀末的な思想が若干あるのかなっていう感じなんですけどね。ちょっとね、こう、まあ、説明書もこんな感じで3人出てるんですけど、えっ、ー、と、ストーリーちょっと読みますね。 えー、緊急あ、これ読まなくていいか。ちゃんとストーリー部分だけ読むと、えー、と10年前に打ち上げられた SDI 計画、戦略防衛、えー、防御衛星コロシウム、コロセウムが突如暴走世界各地の。世界各国の都市に壊滅的なダメージを与えた。少年はいつものように愛用のパソコンを見で友達と。 えー、アメフトのシミュレーションを通信していた突然つけっぱなしのテレビに飛び込む「コロセウム暴走」の臨時ニュースその瞬間部屋に閃光が走り少年は意識を失った気がつくとそこはどこかの音楽スタジオだった少年はコロセウムの暴走により起こった核爆発の影響で時空の歪みに巻き込まれ1989年までタイムスリップしてしまったのだだから要は <laughs> 1 9 0 0年 8 9年の12月22日に発売されたゲームなんですけどあのこの主人公の少年は年年の12月22日の月日少年なんでですよで彼がこの地球がね、まあ、核爆発でね大変なことになっていくさなかにねこう時空の歪みでこうあの10年前の TM のスタジオに <laughs>。 飛び込むと、ね、まあそういうようなところで始まるんですよ。本当これ12月22日なんですよ。だから1989年12月22日コロスウム打ち上げの2日前だった。なんとかしてコロスウムの打ち上げを阻止しなければ10年後に地球は滅びてしまう。まあ、これが今あのゲームを始めた時の少年のね環境ですよ。だからあのゲーム内の設定がねこの発売日なんですよ。だからその 発売日であり TM と僕というか少年がね出会ったのが30年前で30年前に TM ネットワーク、まあ、少年と TM ネットワークの3人とみつコというジャーナリストに出会った彼らは協力を得て少年はコロスエム打ち上げの阻止に向かうコロスエム打ち上げまであと2日地球の未来は今少年たちの手に委ねられた、まあ、少年たちっていっても少年と TM ネットワークとみつコなんですけどねでえー、っと一応ね まあ、そういういだから1989年の12月の24日に何かしなきゃいけないって12月22日に来てその2日間のね2日間3日間かな22から24だから3日間のストーリーがまあアドベンチャーゲームになってますよというような感じなんですよ。でねこれまあいろいろ因縁があるっていう意味でいくとあの、まあ、TM がはみ込んできたってすげえまあそれで終わってもいいんですけどでまあさっきみたいに実写取り込み でえーとまあ、音源使ってるすげえもいいんですけども、まあ、登場人物もすすごいんですよ、ね、一応実写取り込みなんでいろいろこう、ね、実際の人物が使われてるんですけど、まあ、ちょっとねスタッフロール見ると全部名前書いてあるんですけどただあの英語あのアルファベット表記なんでちょっと今だとねこの女性とかの名前見て検索かけようとしてもねちょっと漢字が分かんないんでね。 あこれ坂本教授とかね小山光子みたいな、ね、この子たちこの人たちはねあのこの名前じゃないんですよ、まあ、キャラクターとしてはねあのあ実写の人はねでここにねこのまあそういう証明ができるのがこの村田マネージャーっていうのはこれ実はねスタッフロール見ればわかるんですけど渡辺浩二さんなんですよはいでただ逆に紛らわしいのがここにね 丸山っていうね丸山教授がいるんですけどこの丸山さんはね丸山さんなんですよ <laughs>。何言ってんのっていうとこれは丸山さんっていうのはあのプレイステーションのねあのソニーコンピューターエンターテインメントの,あのあれ会長さんだったのかな丸山茂雄さんって方がねなんですけどもこれは当時はねこのゲームはエピックソニーから出てるんですよね。 だからまあエピックソニーとかまかソニーグループ CBS ソニーとかエピックソニーとかねいろいろなところがゲームに参入してるんですけどただちょっとね会社がどういう感じかよくわかんないんですけど最終的にはねソニーミュージックってところでまあになっていくわけですよねゲームの,その部門はねでそれがこうソニーコンピュータとソニーとソニーの本体とでまああのそれぞれ あの金お金出し合って会社作ってソニ,ーソニーミュージックとソニー、ね、でソニーコンピューターができて、まあ、そこであのソニーが本格的にゲーム参入していくっていう流れがあるんですけどねまあそういうようなあのいろいろな因縁を見れるタイトルがこの TM ネットワークライブインパワーボールということになりますでまあこういうね感じでまあ一応 TM がなんかこうキャラクターとして載ってるっていうよりはもう少しこう具体的にねあの関わってるっていうタイトルなんですけどまあそこら辺からねちょっと芸能人ゲームを見ていこうかなと思います、まあ、芸能人ゲームっていうとね今回ゲームラボのね、えー、と年末年始2020の中の世学で大研究の中にサターン芸能人ゲームってるんですけどこちら僕の方で書かせていただいてるんですけどこのね中身ではねいろいろとまあ そうね、アーティストゲームみたいな感じのね、くくりでもちょっと紹介したりしてるんですけど、まあ、それとね、えっ、ー、と、ファンディスクじゃないな、えー、っと、著名人声優主題歌企業ってところにちょっと細かくね、一応、えっ、ー、と、エミットシリーズは篠原涼子でこう書かせていただいてるんですけど、まあ、これ何かっていうとね、えー、っと、エミット。 これ、光栄から出てるね、えっ、ー、と、A、マルチメディア英語体験ソフトっていうのがあって、まあ、これが実はエミット1個じゃなくてね、えっ、ー、と、2、3って 3, 3部作になってるんですね。まあ、サターンではね。まあ、数ハミも3部作。えっ、ー、と、3D 用でも3部作。 で、まあ別々売りなんですけど PS、プレイステーションだけ3個まとめて1個、今んタイトルっていう感じで出てるんですけども、これがね、えっ、ー、とまあ、えっ、ー、とまあ、篠原涼子さんが主題歌を歌ってるっていうあるんですけど、まあここね、ここに、まあ細かく書いてあるんですけど、ここに何が書いてあるかっていうと、原作赤川二郎、えーと、英語教育監修、えー、東郷勝明 えー、キャラクターデザイン井ノ原睦音楽小,村小室哲哉って感じでねあの小室さんがあのゲームの中の音楽を担当してるんです、まあ、ゲームっていうかあの英語学習ソフトなんでゲームっていう、まあ、マルチメディアソフトですねで一応これ取説を見るとえっ、ー、とこんな感じでね小室さんと篠原涼子さんが同じページに出ていますとまあこういう感じなんですけども だからまあ、うん、まあ、ソニーとか関係なくね、まあ、その当時は、スーハミ、サターン、3D を、えー、とプレイステーションとね、それぞれにあの小室哲哉の楽曲が、こう、を聴くことができました、まあスーハミに関して言うと、実はあの、あの、CD と連動して、CD 側に音源が入ってるんで、実はカートリッジをこう、刺して遊んでも無音、全く音が鳴らない。 <laughs> CD と連動しなきゃいけない。まあそういう作りだったんですけど、まあとにかくね、こういう感じでエミットで、まあ小室さんががっつりかかってます。という感じになってるんですよね。で、えー、っとまあ、まあそういうところでいくと、まあソニーにも関わってるけども、いろんなハードで関わってるって、まあそういうところはあるんですけども。で えーっとまあ、今回の、ね、芸能人ゲームの中で、えー、っとアーティストゲームっていうところにちょっと小室さんから離れるんですけど小室さんの、まあ、弟分みたいな、ね、存在だったあの朝倉大介さんがね、実は「サターン」ではね、あのマルチメディア系タイトルとしてるこのメディアロマンサーってやつが出てるんですよで、まあ、これ何かっていうと、まあ、当時はよく流行ってたね、まあ、なんだろうミュージッククリップかなんかがこう入ってる、ね、ミュージックビデオが収録されてる まあ、あと、なんかちょっとデータベース的にね、あの、なんだろう、まあ、バイオグラフィーと、なんだ、あの商品、そういうなんていうんだ、まあ、いや、商品のね、今まで出たタイトルのパッケージがこう出てたりとか、まあ、そういうようなね、使われ方をしてて、まあ、その中にこう、なぜかね、メキシコでのプライベート映像付きってよくわかんないんですけど、まあ、そういうような、まあ、あとインタビューに答えたりしてるような、そういう内容が入ってるような、まあ、ソフトですね。まあ、実際 こういう感じの、まあ、やつなんですが、まあ、中古で買うとこうなってるかもしれないですね、まあ、実際こういう紙箱に入ってます、はい、でまあこの朝倉大輔さんなんですけどもその後プレステの方でねあのあというか朝倉大輔さんは えとアクセスっていうユニットを組んでね活動して活動してちょっと休止した後の時期に出てるからまあ朝倉さん一人の作品になってるけどこれもね実はその過去のさ作品の中には朝倉さんだけのアルバムとあのアクセスのねあのアルバムとかも一応パッケージは収録されてますねでその後ねアイスマンっていうグループを作るんですけど ユニットを作るんですけどその時のやつはプレイステーションでこうアイスマンデジタルプレイステージっていうのをこれ出してますねまあこういうような流れがあるんですけどもまあそういうのに対して小室さんはじゃあゲームの方でどういうあのことをやってたかっていうとあのまあ小室哲哉ガボールスクリーンまあこういうタイトルやってますまあ思いっきりね小室さん出てくるけどまあ まあ、ゲーム化っていうとゲームでもないんですよね、まあ。ここにちょっと書いてあるんですけど「えー、と音楽は小室哲哉と久保浩二がプロデュース」宇都宮「宇都宮隆史をはじめ全8組のアーティストによる新曲8曲を収録」「3D で描かれた美しいワールドを散歩しながらトラックを集めよう」「トラックを見つけるたびに曲が出来上がっていく快感」 果たしてこの曲は誰が歌うのか、どんなメロディーが、えー、乗るのか、まあそういうような感じでね。な,なんかちょっと 3D の空間をなんかちょっと移動して探し物をするって感じで、まあゲームって感じではないんですけど、まあ当時流行るのやっぱマルチメディアソフトってノリで、まあなんとなくこう世界観に入ってて、まあえ、え、まあなんだろう、こう。 ちょっと動きとかを楽しんつつ最終的に音楽をもらえるみたいな感じなんですけどまあこれのねあのオープニングというかトリセツの最初のページにねちょっと長文が書かれてるんですけどねそこをちょっと触れていこうかと思います。サ、えー、マエルイメージガボールスクリーンこのところ電子メールを読むのが日課になっているこれがなかなか便利で面白い中には意表をつく声もあったりする先日のこと H ジャングル WithT から 遡りあ、遡り、きねさんを知りましたというメールがあった。これはさすがに驚くやら、何やらプットっア吹きだすやら、嬉しいやら、複雑な心境となった。これな、なぜこういう書き出しかというと、これはね、ガボールスクリーンのところの、まあこれ、小,小室さんじゃなくて、記ねな直人さんねがあの書いてる文章なんですね。結構長いんですけど。で、これ、なぜこういうのが書いてあるかというと、まあ、まあ、あの、 TM ネットワークの、ね、時代にね、まあ TM ネットワークも90、84年デビューして95年ぐらいに活動停止になってるんですよね。なんですけども、えー、っとね、だから、このソフトが出た時には TM ネットワークじゃなくて、まあ、小室さんは小室さんで活躍されてるような、まあそういう時代だったわけですね。で、えー、っと、 TM ネットワークで88年に試みた企画がキャロルだ。で、これキャロルって何かっていうと、音楽と舞台と物語を一体にな、えー、となったエンターテインメントを作りたいというのは小室さんがいて作られた、まあ、アルバムですね。なんですけど、そのアルバムを元にね、えー、っと、小説を書いたんですよ、知念さんが、まあ。小室さんの思いつきなのかなんかね、書かされたみたいなんですけど。で、そのキャロルの中ではね、 えっとその物語に登場する3人組のミュージシャンの名がガボールスクリーンだ。でこれとでね、キャロルっていう小説の中に出てくるあのユニット名がガボールスクリーンなんですよ。だからゲームソフトの名前、これがガボールスクリーンっていうのは小説に出てくるユニットの名前なんですけど、ただ、それは実は、あの、キネさんは小室さんにね、ガボールスクリーンという名前を聞いたときにね、えー、っと、ここ読む、ここ読む。 その物語に登場する3人組のミュージシャンの名はガボールスクリーンだ。どこかで僕ら3人と重なるイメージを持つグループでもある。しかし今でも覚えている小室の口からガボールスクリーンの名前を聞いた時にはミュージシャンのグループ名ではなかった。それは音楽と映像が一体化するメディアのイメージだった。あるいは音楽と映像が一体化したソフトを再生するハードのネーミングだ。レーザーディフトとも違い、ファミコンとも違う、全く新しいタイプのハードをイメージしていたのだ。まあ、要は 小室さんがこうやっぱイメージ膨らませて多分きねさんにこう話をしていく中でまあきねさんが小説のキャロルを完成させてその中でガボールスクリーンというグループを作ったんだけどでも小室さんはそのガボールスクリーンはそういうグループとか人じゃなくてなんか違うメディアだったんを作ろうとしてたんだろうってまあ、それがこれになったんじゃないかっていうような話なんですよね。うん、でねえー、っとなんか。 あのキャロルから5年が経った93年頃だと思う彼が思い描いていたガボールスクリーンに近いイメージの新しいハードに出会,出会ったのはそれがプレイステーションだただのゲーム以上の新しいメディアとしての可能性も秘めているんだよと語った顔は忘れないその話は 僕に初めてした時からガボールスクリーンの名前を使いたいと言っていたしゲームではないソフトつまりゲームオーバーのないソフトを作りたいとも言っていた。ということでねまああのガボールスクリーンっていうのが割とこう早い時期からね構想があってこう、まあ、要はこれが出るよりも前の時代からまあこれ作ってる時はか、まあ、もしかしたらまあ重なってるかもしれないけどまあ まあこれ多分 TM そんな作りにはかかってないと思うけどまあいいや <laughs> えっとまあそういう感じでねそのガブルスクリーンってやっぱ小室さんのこ長い構想があってできたものなんだろうというようなところですねで実際ねこのえー、っと、まあ、ちょっとこれ多分見にくいこれもうスタッフロールどこなのなんで見えないと思うけどこれどういう人がね曲に関わってるかっていうとねまあ アーティス八曲の、ね、中には宇都宮隆さんが歌ってるのもあるんだけどこの中にね実は、えーまあ、篠原涼子さんが入ってるしあと中間由紀江さんも入ってるんですよね。であと千年里奈さんんも入ってるんですよということで当時ね、まあ、ミュジ音楽歌を歌,歌ってた人もいれば中間由紀江さんはそんなにミュージシャンって感じじゃないんですけど実は、ね、プレイステーションではいろんなゲームの中でこう曲を歌ってるというね今の女優さんのイメージないけど、ね、歌ってるみたいな。 まあ、そういうこともあったりするんですがまあ、小室さんのねそのプロデュースの中ではこういうような作品もあるっていうのなんだろうガボールスクリーンとちょっとねゲテモノ的な扱いを受けることもあるんですけどちょっとねこういう取説の情報をね読みつつねこう遊んでみるとねまた違った見方ができるんじゃないかと思いますでまあ小室さんのね作品っていうとさらにねあのまあ、小室さんちょっと離れるかもしれないけど安室奈美恵さんのこのデジ ダンスデジタルダンスミックス With 安室奈美恵これもねああのまあ、小室さんが出てくるわけではないんだけどただこのまあ、スタッフフロール部分を見るとね、えー、と一応サウンドプロデューサー哲也小室って入ってるんですよねまあ、まあ、まあ曲も2曲ぐらいかな うん、しか入ってないんで、まあ、そこに関わってればまあサウンドそうだよねって話になるんですけどねあとあともう一個ねこれまあプレイステーションのねあの「ダンシングステージフューチャリングトゥルーキス・ディスティネーション」まあこれもねちょっと深掘りをしないとどうにもならないんですけど要はあのトゥルーキス・ディスティネーションが入ってるっていってもまあ言ってみればこのダンシングステージっていうのは 一人の楽曲、一つのグループ、ユニットとかの曲を入れた、あの、ダンスダンスレボリューションみたいなもんですよ。で、まあ、あの、えー、とドリカムが出てんのかなこの後にバージョンとして。まあ、その前にこのトゥルーキス・ディスティネーションの曲がのやつを出してるんですけど、まあ、これはトゥルーキス・ディスティネーション、まあ、その後キス・ディスティネーションになるのかなまあ、そういう感じなんですけどこれは、えーっとね、 小室さんが DOS っていうグループを作ってユニットを作ったんですよあのカバちゃんとかいたユニットですけどあそこの中にいた麻美さ,さんって人と小室さんがこうユニットを作ってそれがトゥルーキス・ディスティネーションってグループで,でしばらくやってその後確かあのお二人が結婚するかなんかでうやむやになりつつ。 自然消滅したのかなまあそういう感じのグループなんですけどでまあ実際のところねこのこの取説とかパッケージ見ても一か,か所も小室さんが出てくるわけじゃないんですけどまあそういうツルーティス・ディスティネーションを小室さんがやってたって覚えていればまあこれも小室さんのゲームだろうというまあそういう感じの見方ができるかなというところです。でちなみにねえー、っとなんだえー、っと。 そうですねこれ悲しい出来事なんですけどもえー、っとこれ「ライブ・イン・パワー・ボール」っていうのが1999年の12月の22日の少年が1989年の,の舞台に飛ばされて TM と一緒にこう世界を地球を救うわけですよ。で最後ねまあ、ちょっとこれネタバレになるんですけどあの最後ねその まあライブ会場ね12月24日のライブ会場でいろいろやってそこでお別れになるんですよ。で10年後にっていう感じで別れるんですけどその後その12月にこう TM が家にやってくるみたいなね <laughs> あの要は少年は少年のまま多分 TM の3人はあの10年年を取ってこう家にやってくるっていう支援があるんですけど残念ながらその。 もうね、あの、ラボルスクリーンの時にはもう t m、MM、m の活動を停止してるわけですよ。だから、その10年後っていうのはまたあの違うパラレルワールドになるわけなんですけども、まあ、そして、この、この、えっ、ー、と、トゥルーキスディスティナダ,ダンシングステージトゥルーキスディスティネーションが、このソフトが発売されたのが1999年の12月9日ということで、まあ、割と直近な感じですよね。だからこの これで出てくるね少年がねあの地球を救って現代1999年の12月22日に戻った時に家にやってくるチームというか小室さんたちもしかしたら小室さんと一緒に浅見さんがやってきてたかもしれないっていうねまあそういうようなまあ、悲しいね結末になったんじゃないかっていうところでまあ、あのこの話は締めようかと思います。はいということでねえー、っとまあ TM の、ね、ゲームっていうのはちょっとこういう一本の、ね、ソフトから始まってるんですけどもなかなかねその難しいですよねその未来ものとかねこう時代の離れてるものを扱うと実際にその人たちまあそのね作ってる時には10年後も20年後もグループ続いてると思うし同じような活動してるかと思うかもしれないけどその間にねいろいろとこうやることが変わってねうん。 でもさすがにゲームの中でね、10年後にあの、H Jungle with T としてこうね、<laughs> あの曲出してたりするっていうのもピンとこないしね、はい。<laughs> という感じで、なかなかあの、TM、あ、てか小室さんでこう、ソフトのね、情報をまとめてみるとね、なかなかあの、味のある、<laughs> 味のある肉付けができたかなという感じがします。という感じでね、えー、っと、まあ、 一応そういうね感じでまあゲームソフトをねうん一個一個のタイトルを単品で見ていくのもまあいいんですけどもいろいろとこうつなげて見てみるとね違った見え方ができてくると思うのでまあ皆さんも試してみればよろしいかと思いますということでまあ今日はこの辺にしとこうかな、うん、ちょっと落ち着こう えーっとね、そうね、まあ一応もう一回宣伝しとくか。えー、っと、ゲームラボね、えー、っと年末年始2020、これが、えー、っと12月の19日に発売されてます。えー、っと、こちらの方では、えー、っと、まあ、セガ大研究の中のサタン芸能人ゲームのところと、ひ、えー、っそり25周年プレイディアの方、僕の方で書いてますので、ぜひ、あのお興味ありましたら店頭で。 お手に取ってみてください。ということで、以上。